マガナハーポン、ハコアイハーポン。フィリピンはメトロマニラマカティでヘアサロンマネジメントと日本のサロングッズのインストラクターなんかもやっておりますヤッサンです。バクララン近くヘリテージホテルの横から早速ジープに乗っておりますが、今回向かうは再開しましたホワイトビーチことマニラベイウォークドロマイトビーチ。プラプラっとあの辺を歩くことは今年入ってからも何度かありましたが、動画を撮りに行くのはほんと久しぶり。こちらの動画が入り口もしっかりできてとりあえず完成した時のもの。こちらがまだ最初の段階でコロリンのバカ騒ぎがまだ絶頂期だったので、土日オープンしたものの人がじゃんじゃか集まりすぎて即座にマスコミにボコボコに叩かれ、私が翌日行った月曜日、立ち入り禁止やんけで入れなかったやつ。そして2020年マニラ首都圏も台風の当たり年。さてさて、税金がじゃなかった、ドロマイトの砂がどれだけ流されたか見に来たやつ。その後しばらく立ち入り禁止ながらも拡張に拡張を重ね、ちょっと見うちにこんなに広くなったのと第二形態に変貌をした時の動画がこちら。もう我が子のようにこの成長ぶりを見届けてるわけだな。そういえばお前の下の娘も横に随分と成長したようだな。こらこら、この場でバラすなよ。まあよく食べるからな。そんなわけでビーチへ向かう前に腹ごしらえでなぜかここへ。私はギャンブルは一切しませんが、暗号通貨で詐欺には引っかかったけどな。武士の不覚。ちなみにカジノの中を撮影するとガードさんに怒られますよ。最近プチ贅沢でちょっとお気に入りがこちらのブレックファーストブッフェ。特別豪華絢爛っていうわけではありませんが、野菜が美味しい。とりわけ免疫力をぐーんと上げてくれながらも、今フィリピンでは高騰しているカリフラワー、ブロッコリー、そしてキノコが新鮮で美味しい。ごめんなさい、いつも山盛り2杯食べてます。新鮮なフルーツもおかわり。そしてここのコーヒーもほんと美味しく、ここのところ極力控えている老化促進物質もついつい食べてしまうんですよね。こちらはシンガポーリアンなのかな、レッドジンジャー。マニラを代表する5スターホテルの中のキラキラとしたレストラン。さぞかしお高いんでしょうと思ったんですが、デフレ真っ只中の日本と比べても、あ、こんなもんなんだというお値段。そして知る人ぞ知るジャパニーズ秀政さん。実はここにも比較的気楽に食べられるメニューがこのラーメン。しっかりとした日本の味で替え玉が頼めるのも嬉しい。おいおい、食べ物ばっかりビーチ行かねえじゃねえかよ。だね。で COD からちょっと頑張って歩けるところにあるヘリテージホテルの横から出ているジープキアポディビソリア行きに乗って、まずはマラテを目指します。13ペソで20分ぐらいですかね。マラテのレミディオスサークルを過ぎたあたりでジープを降りてマニラベイ沿いにちょっと歩きます。お、今回はマラテに寄って。ねえよ、つうかいつも寄ってねえよ。で歩道橋が見えたら駆け上がります。ロハスブルーバード北上するとリサールパークの大きなフィリピン国旗が見えますね。お、太陽パネルが設置されてる。この太陽パネルも四国製だろ。どれぐらい耐久性があるんだろうね。ってかこれ作るときにすんげー CO2 出してんだよね。いやいや、そんなことより第三形態に生まれ変わったドロマイトビーチが見えてきました。うわー、めっさ広くなってる。チリンチリンとアイスクリーム屋がうるさいんですが、駐輪場も完備されましたね。実は予定よりもちょっと早く着きすぎて、ただいま6月中旬雨季真っ只中のフィリピンとはいえ、薄曇りとはいえ、あーちー、それでまだ人が少ないんですね。もうちょっと日が傾くまでカフェにでも行ってちょっくら涼みます。しかしまあ2年前のできたばかりの第一形態、最初に訪れた時はなんやこれ、ちょっとコロリン無駄に恐れてロックダウン、ほんでもって仕事すんなって、んーで何十億の税金使うやて、頭の中お花畑も大概にせえよ。いやー、そこまでは言ってねえけど、思うところは多々ありました。そして台風で流されてはゴミも打ち上げられ、その都度綺麗に清掃されては次々と新たなドロマイトも運び込まれ、それでも拡張はどんどんと続き、いよいよ第二形態へ。シンゴジラかよ。そしてまだ完全体ではないながらもマニラベイウォークドロマイトビーチとしてオープンを迎え、夕暮れ時には多くの人が集う都会のオアシスとして新たな観光スポットとなったわけですね。そして多くの人が
ベジータ星を破壊しちゃいましょう、とか言って遊んだり。いや、お前だけだよ。そんな時間もつかの間、またクローズとなってしまうんですね。こうなったらマラカニアンを。おい、それはシャレにならないからやめとけ。動画に戻りますね。これ分かりづらいですが、すんげー天気いいんですが、結構な雨が降ってきてます。雨を避けて向かった先はロビンソンプレイスマニラ。マラテの KTB が空く時間までここで待機してた人多かったんじゃないでしょうか。暑さしのぎかい、うちに寄ってかないかい、まだお腹いっぱいだから却下。というわけで今はジョリビー参加となったコーヒービーンで一休み。いや、でも平日の日中なのにすごい人だ。もちろんコーヒーにはココシュガー。今回はナッツも持参してたので気分は田舎の昔の喫茶店。さあ、まだ夕方までには多少時間はありますが、ドロマイトビーチに戻ってきました。今はまだ仮の CR トイレですが、随分しっかりとしたパブリックレストルームができてます。お、このコーン今は30ペソぐらいですかね。品質改良で前よりも随分と美味しくなりましたよ。ちょうど再開した学校なんかも終わる時間。やはり家族連れ、そして若者のグループがほんと多いですね。はい、では中にズカズカっと入ってみます。うん、本当に綺麗なトイレができました。いつまで綺麗でいられるんでしょうか、なんて思っていたら警備員にすごい剣幕で呼び止められました。体温チェックはもうないんですが、荷物チェックをされました。フィリピンあるある、人が集まるところでは荷物チェックと、私は普段帽子をかぶっているので帽子も取ってと言われます。あんなやっつけチェック絶対意味ねえと思うんだけどな。お、帽子といえばこの辺日本の国旗やん。ローカルの方のようですが何なんですかね。いやー、しかしマニラベイに向かってモアの方向、本当に随分とビーチ広がりましたね。で、あ、さっきと同じ帽子をかぶったアテ。アテ、アコイハーポン、この後時間ある？てぇ、言ってねえんだろ。はい、奥さん怖いので。はい、じゃあ砂浜に降り立ってみます。うん、以前と変わらず学校のグラウンドって感じでカチカチですね。そしてさっきから気になってた、以前にはなかったこの岩、金属板に何か書いてありますね。自然界の永久の調和として世界人口を5億人に。ジョージアガイドストーンじゃねえよ。てかこの陰謀論マニアックじゃね。何が書いてあるかざっくり言うと、ドゥテルテ親分の政権時代にマニラ湾リハビリテーションプログラムの一環として地球工学により作られた 500m×60m のドロマイトビーチ。かつてゴミが多く汚染されていたマニラベイウォークのこの部分をきれいにして、フィリピン人が潮風、白い砂浜、有名なマニラベイサンセットを楽しむことができる、活気に満ち溢れたきれいな海岸環境にすることを目的としています。コロリン前の2019年に開始され、2022年5月に完成となってますが、あ、もうこれで完成なんですね。一応完成を入れときました。一応これもあえてこうなってると思うんですが、波打ち際は砂ではなくこういったゴロゴロっとした小石となっております。波によって砂がなるべく流れないようにという工夫なんでしょうね。というわけで水はきれいなんでしょうか、ちょっと見に行ってみましょう。朝のうちオープン前に掃除をしているのか、ゴミが全く落ちてないんですよね。水もそこそこきれいですね。まあとはいえマニラ湾入りたくはないですけどね。あ、入ってる人いた。実はフィリピン3月の半ば以降、急に温度が上がり夏となります。そうするとこのマニラベイあたり、うっくせえってことが多かったりもするんですが、今回は波打ち際でちょっと匂いがあるかなっていうぐらいでくせえって感じではなかったです。子供たちも砂で遊んでますが、ただドロマイトの性質上ですかね。お城を作ったり、あのボラカイとかであるオブジェみたいのはちょっと作れる感じじゃないですね。ちなみにこちらの端っこ、リザールパーク側、アメリカ大使館でこっち側であんまりがっつり撮影してると兵隊さんが来るかもしれませんよ。夕方前人が増えてきましたね。そんなわけで、どんなわけ、アメリカ大使館の反対側のモア側の端っこ、しっかりとここから先行くなよのクヤもいますが、この横幅 500m を爆走してみましょうか。
いやーやっぱ暑いっす。お、過去の動画で何度か登場した銅像ですが、片腕がなくなってますね。シャンクス、何があった？入り口正面にあるこの岩はハリボテではなく本物の岩でした。はい、アメリカ大使館横に着きました。セキュリティカメラがこちらを睨んでいるのでアングルを変えます。いやー、ざっと歩いて5分30秒ぐらいですかね。かなり広いです。6月半ば過ぎのマニラ湾の夕日の時間は6時半ちょっと前ぐらい、まだ2時間ぐらいはあるんでしょうが、ますます人が増えてきました。そういえばガードさんにここは何時に閉まるの？と聞いたら、6時と言ってましたが、いや日没前に閉まることないやろ。こうやってぐるっと見渡すと何気にブロガーさんも目につきます。まあもっと多いのは TikToker ですけどね。暑い中ちょっと歩いたらもう生理現象ですね。ビールが飲みたくなったので場所を移動することに。ちなみにこの出口の左側、結構な数の警官が待機しているテントがありましたが、日本の感覚でこういったところで缶ビールとか飲んじゃうと捕まっちゃいますよ。で、運よく目の前を通ったバンサービスを捕まえてモールオブアジアへと向かいます。料金は50ペソ。ビーチの外側、出店も結構出ていて、人もまた随分と増えてきましたね。途中うまく撮影できませんでしたが、戦艦の主砲らしきレプリカができてました。これですね、ヤマトの46センチ砲っていうほどではないですが、混合型の35センチ砲ってところでしょうか、知らんけど。うとうとうとしてる間にモアに着いちゃいました。今回ここに来た目的はショッピングモールには目をくれず、ビールのみ。さあこの裏側のマニラベイ方面に向かいます。このなんちゃって遊園地エリアも以前と同じように稼働してますね。みんなキャーキャー言ってます。いやー、そこまで死ぬほどキャーキャー言うんだったら乗るなっつー話したけどね。この子供騙しの方も随分と繁盛しているようですね。以前に来た時も人増えたなーって感じでしたが、今はもうすっかりとコロリン前の夕方の風景に戻りましたね。さて、私の行きつけっていうわけじゃありませんが、観覧車の麓を目指します。はい、アイスバーグさんです。おっと、バケツビールメニュー戻りましたね。ちなみにメニューをしっかりと見なかった私が悪いのですが、このどちらかがフリーになるのかなと思ってたら違いました。ここは夕日がよーく見える外席があるんですが、意外に人気ないんですよね。バケツビール来ました。ちなみにフリーなのはこのポテトチップス、むしろいらねえと言いつつがっつり食ってたじゃん。大丈夫、体に悪いものはビタミン C で浄化ってことで、今回もカロリー100キロカロリーのサンミゲルライトにカラバンシー、夕日にかざしていただきます。間違ってオーダーしてしまったポテト。今回は雨季真っ只中なので雲が多く、水平線というか、まあここから見えるサンセットはバタン半島のマウントマリベルスに沈む夕日なんですが、見えそうにないのでそれをご覧になりたい方は以前のこれとかこちらの動画となります。はい、じゃあ2本目もグビグビっといただきます。
ますます若者を中心に人が集まってきましたが、夕日は雲の中ですね。はい、じゃあ残りのビール飲み直し。お、向こうの海の上ではすんごい雨が降ってそうですね。おっと、雲の中から夕日が顔を出しました。このカップルは堤防を乗り越えてピクチャーピクチャーですね。ちょっと前までガードがすぐに飛んできてクラーって感じでしたけどね。では3倍速で雲の中の日没です。ま、映像ではよくわかりませんが日が沈みました。こちら側の空では雷が来そうですね。さすがにもうソーシャルディスタンス関係なしですね。まあ個人的にはハグとかあのチークキスとか特にオカマちゃんとのあれが苦手だったので、それがなくなったのはまあよしとするかってとこですかね。あ、この謎自転車も貸し出し中のようですね。いくらだろう。じゃあまた雨が降るかもしれないので残りのビールを平らげて帰ることとします。これは親子でしょうね。夕日に当たって気持ちよさそう。だいぶ暗くなってきましたが、人々の賑やかな声は相変わらず響いてます。やはり遠くの方で雷が光り始めましたね。まあこの時期毎日のお約束で、私の方もお約束の夜はちゃんとお家にいますの家庭内報告をしないと、日本から雷が飛んでくることもありますので、今回はここまでとなります。もうバスもすっかりと立ち乗りも OK、 マスク以外はもうニューノーマルという感じのマニラ首都圏でした。ではまた神出鬼没で動画をアップさせていただきます。